皆さんこんにちは。やってしまいました。私、まあお酒は好きなんですが、結構毎晩寝る前に飲んだりとかするんですね。酔うとね、やっぱなんか気が大きくなるというか、ちょっと欲望が出てくるというか。で、私は何の欲望が出るかというと、結構買い物なんですね。で、ネットショッピングで夜中にポチってしまったりとかして、まあそういう酔っ払い方をすることがあるんですが、今回はですね、最近コナン・ザ・アウト・ザ・キャストっていう、あの PS4 で出ているゲームをね、毎晩のようにやってるんですよ。それはどういうのかっていうと、まあマイクラとダークソウルとモンハンを足したような感じって言ったらわかるのかな。自分でね、もう原始人ぐらいすごい、あの文明がないところから始まるんですけど、自分でまああの服とか作って、ほんで武器も石と木で作ってね、んでなんかあのモンスターみたいなやつを買って、その肉を食べたりとか、あと普通に虫を食べたりとか、そういう野蛮な野生的なゲームをしてるわけです、毎晩。でそれをね、結構朝までやっちゃうんですね。で朝までやって、でもちろんまあ飲みながらやって、で寝ようかってなった時にね、やっぱちょっと野生味あふれているので、ちょっとこういうものをポチってしまいました。はい、食用ヤモリ。あのね、ポチったんですよ。アマゾンで買っちゃってたんですね、私これ。あまりにも野生味あふれた精神状態がだったために、ヤモリを買っちゃいました。しっかりと私のアマゾンの購入履歴には残っております。食用ヤモリ体3、約 50g から 100g、 冷凍パックで1650円、 M サイズです。 M サイズの食用ヤモリを確かに私購入しております。一瞬ね、これ ASMR でやってみようかなと思ったんですけども、ちょっとね、もうあの多分リアクションが ASMR ではこの多分声出てしまうと思うんですよ、食べる時に。なので今回はまあこうやって普通のね動画にしたんですけれども、まあお金を出して買ったものですし、食用ヤモリですし、食用って言ってるからもう食べるしかないので、食べてみます。はい、どうやって調理していくかというと、まず湯がきます。うわー、はい、袋から出します。うおー、リアル。なんか毒々しくない？毒持ってるやろこいつ。裏もこんな感じで、なんかね、抱きかかえてる感じになってます。あと内臓は切り出されてますね。はい、ちょっとここら辺凍ってますけども、目が、うわ、目がリアル。目がまだ生きてるように、ほら、澄んだ瞳です。はい、中に火が通るまで湯がいていきます。よいしょ。中映像や、オレンジ色が濃くなってきたような気がします。これさ、柔らかくなった方がリアルよね。まだ凍ってたからさ、こう思ってたけど、うわー、手が、ほらー、手が体から離れていってる。足がね、なんかこうちょっと可愛らしい可愛らしい感じに。あ、裏面見てたら分かりやすいですね、中まで火が通ってるか。ほら、あ、なんかほら鶏肉みたいにね、白くなってきましたね、ここら辺が。アク出てない？アク出てるやん。
やっぱ肉やからアク出るんですね。ヤモリアク、皆さんとくとご覧ください。これがヤモリから出るアクです。なんかさ、ふっくらしてきて、ふっくらしてきてるよ、ふっくらしてきてるよ。ほら、さっきまでさ、こう圧縮パックに入ってて凍ってたからなんかキュッてなってたけど、あ、なんかもうほら頭の部分とかなんかふっくら、ふっくらしてます。いい、尻尾も柔らかい。中まで湯がけた感じなので、こっから焼いていきます。焼けてますね。しかもちょっとこの肉汁が垂れてて、なんか美味しそうな感じにはなってる気がする。はい、片面いってらっしゃい。はい、できました。目が相変わらず怖いですが、焦げ目がついて香ばしい感じになりました。足っぽとかもうカリカリですね。いただきます。ヘビとね、カエルはいけるんですけどね、あとワニと、そうやな、私ワニ結構好きやから、ワニのちっちゃい版やと思ったら大丈夫ですね。ほら、ヤモリってあの田舎の家に出るああいうイメージがあるから、なんかちょっとそういう虫的な気持ち悪さがあるんですけど、同じ爬虫類ですし。よし、いきます、いきます、いきます。ちょっと手をごめんなさいね。よいしょ。ではヤモリいただきます。まずくない。うん、なるほど、めっちゃ淡白。うん、ほんとね、思ったより全く癖がありません。ほんで、パッサパサの鶏肉みたい。うん、油がね、乗ってないというか、私の焼き方が悪かったのかもしれないですけど、油がもうなんか出ちゃって、結構パサパサ。パサパサ肉です。豪快にいったな。んで、肋骨というんですか、腹骨。腹骨が魚のようです。細い。もうちっちゃいヤモリやから。まあ、ちっちゃいか、M サイズやからかもしれないけど。うん。なんかその、本当にね、ご飯に困った時は貴重なタンパク源って感じですね。ただこの、鱗的な皮は剥いだ方が、口当たりはいいかもしれないです。こうやって、剥いで、よいしょ。よいしょ。こうやって、食べる方が、当たりはいいかも。目つぶってこう食べさせられたらヤモリって分かんないと思います。でね、万が一ね、まずかったためにね、こういうの買ってきました。はい、でもまあ塩コショウで十分美味しくいただけると思います。ただせっかくなんでこれを開けます。味しないからな、こういう調味料でなんとか味をつけて。
美味しい。うん。うん。あ、美味しい美味しい。てかこれがめっちゃ美味しい。生姜のね、さっぱりしたこの風味とシャキシャキ感があって、こりゃあヤモリが進むぜ。もうなんか慣れてきたもんね。やっぱその日頃からこの魚をね、さばいたり内臓取り出したりしてるから、思ったよりもなんか変な抵抗はないのかもしれない。これさ、皮剥いだらさ、ほら、結構、うん、ほら見て見て、皮剥いだらほら結構可愛い形です。もうほぼヘビやね。ヘビなら食べれる。うん、ほんとね、この超胸肉って感じ。パッサパサ、胸肉からさらにこの脂分を全部取ったような、無駄な脂肪ありません。体脂肪 0% って感じの肉体です。うん、これ目合うとね、ちょっと怖い。はい、ということで今回は食用ヤモリをいただきました。正直ね、味的には多分ウサギとか、あ、カエルやね、カエルの方が絶対美味しいと思います。多分調理法もにもよるかもしれないけど、ヘビとかカエルの方が美味しいと思いました。身がちっちゃいんですぐね、骨にねぶち当たるんでね、あの食べにくいですしね。はい、はあ、酔っ払ったとはいえいい経験ができたと思います。あの説明書きにもあったんですよ、バーベキューとかね、ちょっとパーティーで話題になるっていう感じではすごいいいと思うので、もし、ヤモリ食べたいっていう方はね、概要欄にどこで買ったか入れときますので参考にしてみてください。というわけで、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。バイバーイ。